1926年5月に竣工した在馬島日本総領事館の建物在馬島日本総領事館は1909年9月4日に日本と新朝との間で結ばれた間島協約により同年11月2日新の延吉県ドンチン村に設置された日本の領事館1938年に閉鎖された日本は マジマ協約で、真のマジマ領有権を認める一方、朝鮮人のマジマでの居住権、マジマ総領事館をロンチンに開設して、警察官を駐在させる権利、吉林と朝鮮の概念を結ぶ鉄道の不設権を手に入れた。これに基づき、1909年に設置された。1906年5月1日に、日本は、真の安藤に領事館を開設した。 翌6月1日には、法典に総領事館を開館する。この後、11月15日には、法典総領事館の新民府分館と、長春分館を、翌1907年3月10日には、吉林に領事館を開設するなど、短期間に複数の在外公館を設置した。吉林領事館開設と前後して朝鮮中殺軍司令部付の斉藤末次郎中佐が、 形城に到着し、4月に、真島各地を視察した。1907年8月19日、日本は、延吉県論鎮村に、韓国党官不倫ンジ島派出所を設置した。派出所長には、斎藤末次郎が任命される。局市外、頭同行など6カ所に文献書を置き、憲兵と警察官を配属した。派遣されたは、憲兵46名、巡検10名だった。 日本は清市に対し、外地居住の韓国市民派その数24万、に立ちし彼ら幅馬族その他ブライノとの両逆を受けけ、生命財産の安こ、お骨のおはす韓国政府に、こう付て保護を骨不こと切れなので、今や韓国の対外関係及び、韓国市民の保護二人、する派帝国政府の責務として、韓国の混成に応えて、東韓フリーインを派遣すると通告した10月上旬。 韓国東韓フリンジ島派出所は、海名、六道交換に、理定表を立てる。だが、1908年3月9日に、ただし吉林編、務大臣のクレロクテが、東韓府派出所が立てた、理定表を抜き去り、派出所はこれに抗議した。1909年11月1日、韓国東韓フリンジ島派出所を廃止し、その翌日に、 マジマ日本総領事館が論ンチに設置された。鈴木洋太郎が代理総領事。初代総領事は、英滝タキ久吉。またマジマ日本総領事館文館を坪猫街に、11月9日に、マジマ総領事館東道公文館を設置した。1910年2月には、モグサ港に、マジマ日本総領事館出張所が置かれた。2018年現在、 カシラ道交渉某所の裏に朽ち果てた頭道溝日本領事館文館を見ることができる。日清館の協約で、マジマ在住の朝鮮人の裁判権は日本側が持つことになった。1910年4月5日、明治43年法律第40号、マジマにおける領事館の裁判に関する法律が交付、施行される。それまで、マジマにおける裁判の管轄権は、 韓国党官府裁判所が保有していた。この法律は日韓併合後の1911年3月に、佐少な国の変更のみで明治44年法律第51号、真島における領事館の裁判に関する件に改正された。これらの中では、真島在住の朝鮮人については必要と認められる場合に被疑者を朝鮮に移すことができ、 その場合は朝鮮総督府地方裁判所が裁判権を持つと規定されていた。1911年5月9日深夜、総領事館と90個以上の日本人住宅で火災が起きた。1916年1月16日、朝鮮総督府裁判所令改正により、日本真島総領事間管轄の裁判を、観光地方法院と形常副審法院へ移管する。 1919年の3.1運動に際しては、ジ島で独立運動首謀者を検挙した場合、身柄を朝鮮に送ることが領事館や朝鮮総督府、外務省の間で合意されていた。5月、鈴木陽太郎、ジ島総領事は朝鮮軍のジ島派遣を要請した。5月5日、領事館は放火で一部を消失した。1920年10月2日、 第二次昆春事件が起き、中国人の馬族が、今春の日本領事館を破壊し、日本人13人と朝鮮人7人を射殺した。1922年6月28日には、朝鮮人独立運動家が、まじま東道港の日本領事館文館を破壊して、独立運動家を脱走させる。日本人2名が死亡し、3名が重傷を負った。7月12日に日本は、 警官300名を派遣する9月、北京政府の外交部は、真島における日本の警察力拡大に抗議するなど、緊張が高まった。1922年11月27日、論賃ンンの真島日本総領事館で火災が発生する。このため、総領事館が再建され、1926年5月に竣工した。 1927年から1930年には治安維持法によって朝鮮共産党関係者を検挙するマジマ共産党事件が5度にわたって起きた。1930年12月、マジマ領事館は警官を45名に増員した。1932年に日本の関東軍によって満州国が建国されるとマジマの地位は新たな局面を迎えた。第五次。 マジマ共産党事件に際して、朝鮮側の司法に不信感を持っていた領事官は残存していたマジマの違い法権を将来は撤廃すべきだとも主張した。1934年12月、満州国政府は、吉林省に属していた延吉県、大清市県、和竜県、昆春県の4県に、法天省に属していた安都県を加えマシマ省を創設。 都門氏は、延吉県から、分離独立し、都門に、真島日本領事館文館が新設された。1937年、真島に対する違い保権が撤廃される。1938年3月11日、真島日本総領事館のほか、通貨、トンカ、都門の各文館を閉鎖し、在真島日本総領事館延吉文館を、領事館に昇格させた。 これにより、真島日本総領事館は、開設から29年で閉鎖された。ロンチンの日本総領事館をめぐっては、中国朝鮮族の民間説話として、牛の川一枚伝説が知られている。日本領事が、真の長官に対し、領事館を建てるために、牛の川一枚分の土地を求め、長官がわずかな土地と思って、それを認めると、日本人は、 牛の皮を細く切った皮紐にして広い土地を囲い込み、豪壮な総領事館を建てたというものである。これは、カルタゴの建国神話と同類の伝説であり、ヨーロッパだけでなく、フィリピン、台湾、中国、日本など、世界中に類話が見られる。小木の藤尾、外務省警察士アゼクラ処防、2005年、ABCDEFGHI 水野直樹、在間島日本領事館と、 朝鮮総督府、真島共産党事件をめぐる協力と、対立から、人文学法ナンバーワン06、京都大学人文化学研究所、2015年、ピアニッシモ、205から238、金正男、王書、中国朝鮮族民間説話における、カルタ語建国神話の需要と変容、東、アジア日本語教育、日本文化研究22関東アジア日本語教育、 日本文化研究学会369から385ページ2019年ありがとうございます。